皆さんこんにちは。今回は、カラープープーでお買い物したものがやっと届きましたので、そちらをご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。やっと届いたっていうことなんですけれども、実は、今回ですね、ちょっとまあトラブルというか紆余曲折ありまして、注文してから実際に手元に届くまで丸々1ヶ月かかりました。で、まあ、ちょっとその経緯を簡単に紹介しようと思うんですけれども、もし商品のレビューだけ見たいっていう方は、この時間まで飛んでいただけるといいかなと思います。で、今回、まあ、なぜ1ヶ月かかったかというと、まず最初に注文してから、まあ、発送してもらうまでは、まあ、いつも通り数日かかったんですけれども、まあ、発送されましたっていうメールが来てから、まあ、何度追跡をしても全く荷物がこう動いていないんですね。注文したのは8月の10日です。で、発送しましたっていうメールが、まあ、そこから6日ぐらいかかったので、8月の16日に、出荷しましたというメールが来たんですが、まあ、出荷したと言っても追跡したところ、まあ、カラオコップの、まあ、そういうシステムになっているんだと思うんですけれども、まあ、配送業者の、発送のこうラベル送付状が作られましたよっていう履歴からまず一つ始まるんですね。なので、送り状が作られたので、配送業者としては今その荷物が、こちらに来るのを集荷されるのを待っているっていう状態ですっていう、内容でした。で、通常であれば、まあ、ラベルが作られて、まあ、すぐに商品が、配送業者の方に荷物が行くので、まあ、そこから実際に荷物が動いて、まあ、発送されるっていうことにはなるんですけれども、その追跡の履歴がですね、そこから全く動かなくって、もう待てど暮らせど本当に何も履歴が変わらないんですよね。で、さすがにもう2週間ぐらいちょっと経ちそうな時だったので、8月の28日に、私もちょっとしびれを切らしてカラーポップの方にメールをしました。問い合わせで、まあ、こういう感じで今、追跡したけれども全く、2週間経っても荷物が動いていないですっていうふうに、まあ、簡単なもう翻訳機を使って英語でメールを送ったんですけれども、で、まあ、ありがたいことにカラーポップって返信が必ず48時間以内に来るので、それも、次の日ですね、29日に返信がありました。で、その返信の内容はもうすごくね、簡単で、いつもなんか結構フレンドリーな感じなんですけれども、まあ、今回商品が届いていなくて申し訳ないですみたいな感じから始まって、で、商品は、もう一度発送の手続きをしますということで返信がありました。ただ、私が注文した商品の中の一つにスーパーショックシャドウの、イビザっていうカラーがあるんですけれども、そのカラーはもう用意できないので、これは送れないので、代わりに、いつも通り5ドルクーポンを発行したので、これを使ってくださいっていうことで返信がありました。で、実際に発送になるには、まあ、大体5、6日かかりますので、発送したらまたメールしますね、みたいな感じで、書かれてあって、で、まあ、それに対して、まあ、こちらも分かりましたっていう感じで終わりました。で、9月にもう入りました。9月の5日に、発送しました。で、追跡番号はこちらですっていうメールが届きました。で、それからですね、実は、私は大阪に住んでいるんですけれども、その9月の5日、といえばちょうど、台風が来た時だったんですよね。なので、まあ、ちょっとこう関西国際空港ですね、あそこがですね、一時まあ閉鎖とか、今ちょっと回復してますけれども、関空がまあ使えないということで、いつもだったら、空輸で関空に来て、そこから荷物が陸送で来るんですけれども、まあ、追跡したらやっぱり羽田の方に荷物が一度行っていました。で、そこから陸送になるので、実際に私の家の方ですね、手元に来るまで、まあ、これは7日しかかかってないので、まあ、いつも通りっちゃいつも通りなんですけれども、9月の12日に、届きました。ざーっと今説明したのでちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、まあ、8月の10日に注文した荷物が9月の12日、まあ、約1ヶ月ぐらいですね、に、受け取ることができたということで、1ヶ月ほど荷物の到着を待っていたということです。
今回届いた荷物は、梱包状態がなんかまた前のものに戻ったような感じで、すごく緩衝材とかもたくさん入っていて、あの梱包がねまた綺麗に丁寧に元通りになったかなっていう印象がありましたので、ありがたいことに破損も一つもなく、無事に注文したものが届いています。それでは前置きが大変長くなってしまったんですけれども、ここからは届いたものを紹介していこうと思います。まず、もう本当にねちょっと情報がだいぶ遅いので申し訳ないですけれども、やっと私の手元にもこの、キャスリン・ライトさんの、このゾディアックパレットですね、アイシャドウのパレットと、であとこの、口紅を一色選びました。それと、スーパーノバシャドウも2色出ていたんですけれども、その一つを、注文しています。まずゾディアックパレットなんですけれども、私アイシャドウパレット系はあんまり買わなくって、本当に前だと、ポニーのシリーズですね、ユニコーンのあのシリーズぐらいかなっていう感じで、ただ今回のデザインというかコンセプトはものすごく好きな感じで、で、もともとキャスリン・ライスさんのアイシャドウとかの色味とかが、もともとスーパーショックシャドウでもファンだったので、まあ、今回のこのシリーズが出たということで、本当にすぐ注文したかったんですけれども、一時売り切れとかがあったので、かなり遅くなってしまいました。で、開けてみると、こんな感じのパレットになっていて、それぞれ、お羊座とかお牛座とか、順番に入っています。で、各カラーは、なんかその星座のイメージしている色なのかな？なんか魚座とかすごく綺麗な色で、で、ちなみに私は牡牛座なので、この色になるんですけれども、かなりマットな、色味っていうんですかね。あまりこう、すごく派手な冒険した感じっていうよりは、すごく堅実に使いやすい色合いかなと思います。この最後の4段目は、まあ結構色味は面白いかなという感じですね。はい、実際にこの12色を少しなんですけれども手の甲に全部塗ってみました。こんな感じでちょっとパレットと同じレイアウトにしてみています。触った感じの印象はマットもすごく綺麗についてくれたし、グリッターとかメタリックのアイシャドウもすごくね、つきが今回は良かったですね。で、あまりこう粉っぽいボソボソした感じもどの色もなくって、12色すべてすごく使いやすい、粉質でした。で、発色も本当にすごくいろんな色に富んでいて、特にこのスコーピオっていうカラーのこうメタリックな感じはすごく綺麗ですね。一番この中だったら結構好きかなっていう感じです。で、この感じはよく似ているんですけれども、マットな感じのワインレッドになっています。で、この、黒ですね。黒にゴールドのラメが入っている色もすごく付きが良くって、これぐらい結構指に残るぐらい、しっかり色味がついてくれました。で、このアクエリアスが、少し青みのあるマットなカラーなんですけれども、ちょっとこれは、ちょっと粉質が硬いかなっていう印象は少しありましたけれども、くすんだ落ち着いた色合いなので、これはこれで使いやすいかなと思います。まあ、最後のこの色はもう本当にもうパーティーカラーみたいな感じで、すごく遊び心のある色かなと思います。ずっと欲しかったパレットなので、もうやっとこんな感じでね、色をね、見ることができて本当に嬉しいです。そして、続いてはこの同じシリーズのスーパーノバシャドウですね。で、2色出ていたうちの、私はですね、人気の方とは違う方のこのかなりこう黄色みの強いゴールドカラーの方をあえて選んでみました。もう一方の方はピンクゴールドみたいな感じのすごくね使いやすそうな色だったんですけれども、逆にちょっとこういうねイエロー味の強い感じが面白いなと思って、あえてこちらの方だけ買ってみました。色味の方なんですけれども、はい、こんな感じでスーパーノバシャドウってすごくね使いやすくって、乾きも早くてフィットすると本当に動かなくなるので結構ね好きなアイシャドウなんですが、こちらのもう本当にまさしくイエローゴールドっていう感じで、中に少しシルバーのラメも入っていますけれども、パール感が強く出ているタイプかなと思います。アイシャドウのベースとかにするとちょっと色味が強いので、指で軽く塗り広げてなじませるとこれぐらい薄くなるので、
こういう感じで使うとすごく綺麗で可愛いかなと思います。あと目の下の、ラインとして使うのであれば、細いブラシにとって先ほどのかなり黄色みの強い感じで使っても可愛いと思います。そして、リップなんですけれども、こちらの、ラックスリップスティックというものですね。こちらも2色出ていました。で、スコーピオムーンというカラーの方を選んでみました。すごくね、ベージュっぽいヌーディーなカラーと、ね、モーブカラーと出ていて、で私はモーブカラーの方を選んでいます。で、リップスティックを買うのは実は今回初めてです。で、出してみるとこんな感じで、こう星の型押しが入っていて、まあ、シンプルな感じの形ですね。で、塗ってみると、はい、こんな感じの、マットリップになるんですけれども、意外としっとりした感じの使い心地ですね。少しこうオイルっぽい感じの、こう保湿感のある見た目になっているかなと思います。色味もね、すっごく可愛いです。なんて言うんだろう、本当にくすんだローズ。私よくティントとかでもすごくよく買う色なんですけれども、予想以上にめちゃくちゃ可愛い色ですね。これはもう今からの季節、すごく使いやすいカラーじゃないかなと思います。そして、続いては、スーパーショックシャドウです。で、今回スーパーショックシャドウは1つ買うと1つ無料の、キャンペーンをやっている時期と、あとスーパーショックシャドウが、600万個売れたっていう記念で、6色限定色が多分24時間ぐらいかな、48時間ぐらいかな、かなり時間を限定して、発売していました。で、その限定のカラーがですね、もちろん6色欲しかったんですけれども、時差の関係で、かなりこう遅れて見ることにどうしても毎回なってしまっていて、案の定ね、欲しかった2色が買えなくって、で今回はその残っていた4色を、注文しました。まず1つ目はこちらの、シックスセンスっていう色です。で、今回すべての、6色のカラーはシックスという、6という名前が入っています。見た目の色味はこんな感じで、かなり色味の強いゴールドのカラーになっています。で、塗ってみると、はい、こんな感じで、先ほどのこのスーパーノヴァシャドウの色味に結構似ていますね。少しブロンズがかったような、かなり、メタリック感の強いゴールドカラーになっています。2色目は、ザ・シックスというカラーです。こちらも先ほどの色味と少し系統は似ているかなと思うんですけれども、実際に塗ってみるとこんな感じで、少し茶色みが入った感じなんですが、これはデュオクロームタイプかな、サテンシャドウなんですけれども、光に当たるとこう黄色っぽく光るところと、こう茶色っぽく光るところとあって、すごく綺麗なおしゃれなカラーですね。秋の装いにすごく合うと思います。続いてはこちらの、シックスインザシティという色の名前ですね。すごく面白いです。ドラマのタイトルと似ていますね。こんな感じのすごく可愛いピンクカラーですね。こちらが、はい、塗ってみると、これすっごく可愛いですね。めちゃくちゃいい色です。明るめのこうピンクなんですけれども、中にゴールドのラメが入っているので、少しこう優しい色合いというか、温かみのあるような感じに見えますね。で、私こういうね、ピンクのカラーはもう絶対自分が好きだろうと思って、で、ワンバイワンフリーなので、同じものを今回こちらは2個買っています。で、4つ目はこちらのランニングスルーザシックスという色の名前で、こちらは先ほどの3色とはまた打って変わって、すごく綺麗なターコイズカラーっていうんですかね、そんな色味になっています。で、こちらのシャドウは、サテンになっていますね。ちょっとこんな感じで塗ってみようかな。はい、こんな感じです。結構派手なカラーですよね。で、すごく細かいラメ、まあ、パールが入っている感じになっています。こういう色は単品で使うのは私も結構難しいなと思うので、こういう
ゴールドとか茶色みのある色と重ねてね使ったら可愛いんじゃないかなと思います。こんな感じでちょっとこう面白い色味になりますよね。あとですね、一つ買うと一つ無料のスーパーショックシャドウの企画だったので使ってみたいなという色を、少し選んでみました。まずは、こちらの、ミューズっていうカラーですかね。こちらはもう昔からあってかなり人気色になるんですけれども、意外と自分が持っていなかったことにちょっと後から気づきまして、次の機会にはね買ってみたいなと思っていました。こんな感じのすごくね可愛い色合いでウルトラメタリックの部類に入ります。で塗ってみるとこんな感じです。かなり赤みの強い、赤茶ブラウンカラーになるんですけれども、メタリックのこのパール感がピンクに発色してくれるので、これもすごくね人気なのがわかります。すごく可愛いカラーですね。それともう一つこちらのバズインっていうんですかね、こちらのカラーです。こちらはバタフライシリーズって言ったらいいんですかね、このシリーズのスーパーショックシャドウで、かなり私ほとんど買っていたと思っていたんですが、実はこの茶色いカラーは買っていなかったみたいで、これを機に、注文してみました。でラメが入ったマットカラーになります。多分マットっていうところで私が前に買わなかったのかなと思うんですが、はい、こんな感じでラメ入りのマットって意外とないので面白いですよね。でモカっぽいすごく上品なカラーにピンクとかゴールド、シルバーかな、なんかいろいろな色のラメが入っていて、すごくねキラキラして可愛いです。はい、ということでかなり長くなってしまったんですけれども、やっと私が1ヶ月越しに手に入れた、カラーポップのお買い物をご紹介いたしました。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。